ライブポケットの使い方。ライブポケットを初めてご利用されるお客様は会員登録をお願いします。会員登録は画面右上の新規登録ログインからご登録ください。画面を下にスクロールして初めてご利用の方の欄からプラス ID をお持ちでない方は上のボタンを、プラス ID をお持ちの方は下のボタンをお選びください。メールアドレス、パスワード、お名前、性別、生年月日など必要事項をご入力ください。チェックをつけ入力内容を確認すると、登録したメールアドレスに4桁の番号の書かれたメールが届きます。それをライブポケットの画面に入力すると会員登録が完了です。次にチケットの購入方法をご案内いたします。まずはライブポケットのトップページから劇団名、公演名を検索するか、SNS や公演特設サイトにあるチケット購入用のリンクからライブポケットの公演ページへアクセスしてください。イベントスケジュールから購入したい日時の公演をお選びください。公演日時に間違いがないか確認し、券種、枚数をお選びください。続いて座席の選択です。表示された座席表の中からお好きなお席をお選びいただけます。続いてお支払い方法の選択です。クレジットカード、コンビニ決済、ライブポケット後払いからお好きなお支払い方法をお選びください。購入内容に間違いがないか再度ご確認いただき、アンケートにご協力をお願いします。応援している出演者がいる場合はこちらでお選びください。最後に注意事項や利用規約を確認し、よろしければチェックをつけて購入するボタンを押してください。こちらを押すまで購入が確定されませんのでご注意ください。こちらの画面が表示されたら購入完了です。なお、コンビニ決済の場合は支払い期限までに忘れずにお支払いください。ご購入方法は以上です。とっても簡単ですね。あとは公演本番までお待ちくださいませ。次は本番当日のご入場方法についてご案内します。ライブポケットのマイページを開いていただくと、購入した公演が表示されます。チケットを表示を選ぶと QR コードが表示されます。こちらを受付にて係員にご提示ください。事前にスクリーンショットで保存しておいたものでも構いません。チケットを複数枚購入された場合は、友達に渡すを選ぶと同行者にチケットを分配できます。ぜひご家族、ご友人の方とご一緒にお越しくださいませ。地下の劇場など電波がつながりづらい会場では、あらかじめ QR コード画面をスクリーンショットで保存しておくと便利です。スマホの電池が切れてしまった、壊れてしまった、などのトラブルの際は、受付にてお名前をお伝えください。こちらで確認が取れ次第ご入場いただけます。ご入場時にわからないことがあった場合には、受付のスタッフまでお気軽にお声掛けください。それでは皆様のご来場を心よりお待ちしております。